ちょっと待ってて。嘘でしょ。セーブする？セーブしたいんだよ、セーブ。セーブする？できないんで、したくても接触が悪くてセーブできないんで、セーブ諦めて進めたいと思います。確か島田さん、スタッフの人たちよりもいいボタンをつけた。ちょっと待って、なんか推理として弱くない？どうやら先を越されたらしいよね。俺先を越すためだけにあの配線やってたの？死んだ？大丈夫？みんなこれ。みんな大丈夫？光彦脱力しすぎだろ。どんなエネルギー使ったんだよ。心配するな。それより早くあいつを。あいつが落としたのか。そういうことね。博物館で古文書をすり替えてあの男に渡し、その古文書を手に入れた私たちを襲った犯人、あなたの正体は、そう。さあ皆さん、ここで私の推理をお聞かせいたしましょう。この事件の犯人が誰だったか。まず博物館館長、佐伯さん。彼はまあ、違いますね。館長秘書、高野義恵さん。彼も美人ですが違います。研究員の島田聡。一旦これは保留です。研究員、相原忠。ギャンブル狂いですが違いますね。研究員、橋本真由美。いろんな人にディスられて、まあすごい性格もあんまり良くないですが、彼も違います。この事件の犯人、島田悟さんなんですね。理由は2つあります。彼は特徴的なボタンをつけていた。それが理由です。博物館研究員島田悟さん。あ、ごめん、それ切っちゃった。やっぱり。やったぜ、当てたぞ。おいおい、言いがかりはやめてくれよ。俺はお前たちを注意しに来たんだ。勝手に古文書を持ち出して宝探しをしてるって聞いたからね。なんでじゃ鉄骨落としたんだ。あら、強盗団の手先だけあって言い訳もお上手ね。強盗団？お嬢ちゃん、冗談もいい加減にしてくれないか。お会いに行く様、揃ってんだよ。本当ですか？じゃねえよ。ボタンあったろ。ねえねえ、聞かせてやろう、あゆみちゃん。もったいぶらさずに教えてやろう、源太くん。まあ俺の代わりに灰原さんがきっと説明してくれるさ。まあ、お手並み拝見。頼むぜ、灰原さん。わかった、いいかしら。いいこと？あなたが犯人だという決定的な証拠は。そう、3つある。まず1つ。それはな、スパナ。あ、これ俺選ぶのか。そういうことか。あ、マジで推理しなくちゃいけないんじゃん。待って待って待って、これすげえ重要じゃね。すげえ調子乗ってたけどさ、もう適当でこの後はもう進むかと思ったんだけど、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。一番大変なとこじゃんこれ。待て待て待て、落ち着け落ち着け。少なくとも絶対一個証拠であるところはあれじゃん、あのボタンは確実に証拠であるじゃん。あとなんだ、ボタンとスパナ関係ないよな。スパナ関係ないだろうから、なんだろう、とりあえずボタン押すか。小島くんが黒覆面の男から奪った。小島くんって誰だ。あれか、源太くんか。で、これについてだけど、
これについて、備品倉庫で見たものと同じガラスを割った時の傷がある。え、傷があるかどうかなんて見てないよ俺。え、備品倉庫で見たものと同じっていうのが安牌な気はするんだけど、違うのかな。どうなんだ。これは備品倉庫で見たものと同じでいいのかな。いくよ。あの時、暗闇の中でもこのボタンがキラッと光るのをはっきり見たわ。つまり光沢のある高級品。これ大丈夫？なんか弱くない？推理として。確か島田さん、スタッフの人たちよりもいいボタンをつけた。ちょっと待って、なんか推理として弱くない？次に2つ目の証拠。あ、また全部やらなくちゃいけないんだ。2つ目の証拠はなんだ。2つ目の証拠、花瓶は関係ないよな。待って、これ絶対外したくない。タバコは関係なさそうだな。鍵も関係ない。スパナか。そうなるとスパナありそうだよな。スパナ行ってみるか。ガラスケースのそばに落ちていたスパナよ。お、犯人はこれでガラス。まあそうだよな、割ったんだからこれは証拠だよな。このことから考えると犯人は何なんだ。力の強い人間、それは関係ない。スパナを隠し持っていた。いやまあ違うな。ガラスの強度を知っていた、一番っぽい理由だよな。まあでもこれ別にあれなんだよな、島田さんじゃなくても知ってそうなもんだけど。まあ力の強い人間とスパナを隠し持っていたはないだろうから、これだろうな。あのガラスの強度をよく知っていたことになるわ。島田さんはあの古文書をよく調べていたというから、それを収納しているガラスケースについても詳しく知っているよね。そうだよな、俺もそれが言いたかった。そしてこれ合ってるっぽいぞ。なった、ラストはなんだ。タバコかな。タバコっぽいよな多分。だって他になんか出てきたの何があんだ。タバコ、鍵、花瓶はないよな。花瓶は絶対ない、使ってないんだもん。でも鍵も使ってないからプレートだな。消去法だ、消去法。ガラスケースのそばに落ちていたプレートよ。犯人はこれで事故に見せかけようとしたのよね。うん、そうだね。このことから考えると犯人は力の強い人。これ関係ない。運搬の指示、頭のいい人。あっちから、頭のいい人っていうこんなふわふわした答え出しちゃダメな気はするよね。でも力の強い人は論外やん。真ん中な気がするよな。多分上と下はありえない気がするもんな。これも消去法でいくわ。ちょうど停電が起きるとき、ケースが真下に来るように指示を出せる人だ。どういうこと？となると、あ、そういうことか。館長か。ガラス。あ、なるほどね。そう、俺もそれが言いたかったんだ、灰原さん。どうこれ。やった。焦ってる。めっちゃ焦ってる。勝ったぞこれ。犯人はあなたしかいないのよ。よし。やったー。え、これ一発ってこと？それともあったのか、なんか他にも選択肢。まあわかんないけど、とりあえずなんかクリアできたっぽいぞ。そうはさせないわよ。今度はこっちのクレーンを使わせてもらうわ。そうだ、クレーンを使わせてもらう。何、右下から左下まで、右上から左下の線をつなぎます。絵が描く、線が描かれた15枚のパネルが、方向キーでカーソルを移動させて、え、何こんなミニゲーム始まっちゃってんの。あ、そういうことね。これはクレーンの操作パネルね。右上から左下へ線がうまくつながれば動き出すはずだけど。あ、そういうことか。あ、なるほどね。こういうパズルはね、案外ね、案外マサさん得意なんですよ。これどうすれば入れ替えられるの、パズル。あ、そういうことか。
右上から左下までだよね。これで攻撃のこうか、こうか、こんな感じじゃないですか。これで次、あれこの後どれだ、こうか。あー、これ足りない、これ足りないか、足りないな、これだと。その状態で建物でも使って、やった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 ぞ、おいやったやったチェックメイトまで行くのにどれだけ時間かかったと思ってんだよ。軽く言いやがって。ちょっとコーラ飲むわ、ちょっと待ってね。ぐるぐる作戦大正解だったな。まあ犯人とかどうでもいいもん、もう俺パズルクリアできて満足だよ。よかった。なんだったっけこのゲーム、ぷよぷよフィーバーだっけ。このパズルゲーム結構面白かったな。というわけで皆さん見てくれてありがとうございました。今回ぷよぷよフィーバーの実況でした。ちょっとなかなかね変わった、なんか配線のぷよぷよがいっぱい出てきたんですけど、うまいことつなげられてクリアできました。ありがとうございます。初見でクリアするぷよぷよだっけ、これで、終わりです。お、なんかもがいてる、もがいてる、なんかなんかめっちゃもがいてる。え、なにこれ、俺のパズルの力だよねこれ。助けてくれ。俺のパズルすげえんだけど、犯人空中に吊るしてんだけど。うれしい、ぶっ飛ばすぞお前、あのパズルできんのか元太、最低じゃねえよ。ああいう捕まり方って一番、でもああいう捕まえ方って一番みっともないんですよ。まあ、せこいやつだし。うるせえよ、やってみろパズル。なるほどね、なるほどね、うん、今俺はすごい絶望に浸ってるよ。あのパズルクリアできなくても警察包囲してんじゃん。どうやら先を越されたらしいわね。俺先を越すためだけにあの配線やってたの。先を越された、実はね、私たちもその宝石と強盗団を1日かけて探してたの。で、この倉庫が取引場所と分かって、あ、そうなんだ、駆けつけたんだけど、またお手柄だったわね。ありがとうございます。少年探偵団っていうか、もう私単独を褒めてください。その後クレーンから降ろされた島田は、え、なんかすげえ情けない顔になっちゃったね島田。すげえなんかかっこよかったのに前まで。こんなはずじゃ。泣きながら白鳥警部たち。ちょっと情けないな。けどよ灰原、お前も人が悪いぜ。黒の組織が関係してるっていうなら。ああ、そういやそんな話あったね、黒の組織が関係してるみたいな。あら、確証もないのにそんなことむやみに言うわけないでしょ。特にそのことになると無鉄砲になる誰かさんの前ではね。え、で結局島田は組織について何も知らなかったの。ああ、
ただ金と引き換えに動いてただけだってよ。連絡も向こうから一方的に来るだけで、後のことは。あ、やっぱ関係ないのか。そうだよな、組織の人間とか出しちゃうとなんかストーリーに関わってきちゃいそうだもんな、コナンの。ま、そんなことだろうと思ったわ。けど驚いたぜ。お前もやったー、やばい、この言葉すげえ報われる。あのコナン君に認められた。ほら、今になってね、俺と灰原さんの気持ちがシンクロしてるからね。ま、解決不可能な事件があったらいつでも。いいわよ、ただね、スパナとパズルは私には解けないので、それ以外にしてほしいわ。そこまでは褒めてねえよ、ったく。この中で一番探偵らしいのは誰かって話よ。あれか、ずっこけ3人組か。そんなの、この俺に決まってるぜ。お前はただなんか体格がいいだけだよ。何言ってるんですか。頭脳明晰な僕を置いて、今回の話においてお前の役割はもううざいってぐらいしかなかった気がするぞ。なんだぞ。おい、光彦。僕は真実を言ったまでです。あなたは誰だと思う。ああ、ゆみちゃんか。いや、まさくんって言えよ。おい、コナン。おかしいよな、今回コナン君キックしかしてないぞ。抜け駆けは許しませんからね。ちょっと待って、なんでそうなるんだよ。さすがの名探偵さんもこうなるとタジタジって感じね。やれやれって感じね。ふふ。わ、やばい、いい感じの終わり方したね。お、アニメーション。これやばい、枠大丈夫か。チェー、見つけたの俺たちなのにな。仕方ありませんよ、あれは盗品だったんですから。あら、みんな宝物もらえなくてがっかりって顔ね。あ、佐藤刑事。じゃあご褒美に私が何かご馳走してあげようかな。本当にや。俺うな重。はいはい。まだ食うのかよこいつら。高木刑事だ。今回初登場。こっちこっち。ああ、佐藤さん、何ですか僕に用事って。あ、皆さん、おそらくこれムービー中にこの枠終わるんで、今回この枠で最後にしたいと思います。もう終わっちゃったんで。で、つうわけで今回のこの生放送3時間半ぶっ続けのコナン、社畜がプレイする初見プレイ、これ全部動画にするんで、動画にして投稿するんで、最後もし切れちゃったらそのムービーは動画にて拝見してください。いやー、こんな長い時間付き合ってくれてありがとうございます。いやー、クリアできたね、ありがとう。というわけで、皆さん、ありがとうございます。最後のムービー見れなくてごめんね。じゃあね、バイバイ。マサでした。真実はいつも一つ。ところでおめえ、今日はどうしたんだよ。残業もいつも一つ。そう。私はいつもと同じつもりだけど。どこがだよ。妙におせっかい焼いてたじゃねえか。あら、それなら誰かさんのが映ったんだわ、きっと。あ、誰かさんって？さあ。自分で考えてみたら、名探偵さん。あ？今回の探偵度よ。上出来じゃない？名探偵コナン、3人の名推理。はい、どうも、なんとか、今回で終わることができました。名探偵コナン3人の名推理、謎の古文書事件。4時間ぶっ続けぐらいで生放送したんだけど、こんな時間かかると思わなかったな。なんか推奨プレイ時間2時間ぐらいって書いてあった気がするんだけど、明らかにあの配線のところのパズルで手間取りました。コナン君とね、ずっと喋ってるセリフが被ってたんだけど、今ちょっとコナン君黙ってくれよ、喋らせてくれ俺に。真実はいつも一つ。よし、終わったな。いや、ちょっと待って、喋んのかよ。
はい、とりあえず見てくれてありがとうございました。これ実は3人の名推理って書いてあるから、このソフトの中であと2つ事件があるんだよね。今やっと1つのさ、謎の古文書事件をクリアしたところなんだけど、ちょっと残りのね2つの事件も、時間があればやっていきたいと思うので、お楽しみに。また生放送でやるかもしれません。とりあえず今回ね動画にする予定なので、生放送が終わってしまった今でも喋り続けてるんだけど、この動画が投稿されるのは多分この生放送が終わってもう何年後かになるかもしれません。それぐらいちょっとね長い時間撮り続けてしまったので多分ねパート10ぐらいまでいっちゃうかもしれないね。なので気長に待っていてください。それでは、見てくれてありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。マサでした。真実はいつも一つ、残業代もいつも一つ。